はい、じゃあ皆さんこんにちは。こんにちは。はい、東京校の今月のビューティーセミナー和装セミナーということで、去年ね新入生として入られた方とか本当に初めて見られると思うんですけど、実はBスタッフでも和装のセミナーかなり久しぶりの開催になっております。今日ですね、和装のメイクももちろんなんですけれども、ヘアとお着付けのところまでしっかり見せていただくことができますので、私もすごく楽しみに、来ました。今日はですね、タエさんとフワ先生によるコラボもまた見ることができますので、1時間30分の内容になるんですが、楽しんでもらえたらと思います。あと今日こちら側でZoom でも参加されている全国いろんなところから参加をしていただいておりますので、なるべくいい環境でお送りしていきたいなと思っておりますので、最後までお付き合いください。で最後ですね、山口圭によるスペシャルトークも中に入っておりますので、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。では早速なんですが、東京校ディレクターのタエを紹介します。お願いします。はい、ありがとうございます。こんにちは。ちょっと本当に久しぶりの着物のセミナーなんですけど、今回、この着物のヘアメイクの、セミナーをするにはどれぐらいぶりか、3年4年ぶりぐらいなんですよ。実は白むくもやったことがあって、でその時もフワ先生とご一緒させてもらったんですけど、私がちょっときっかけ、ブライダルってやっぱすごく夢のあるこうヘアメイクの業界でもあると思うんですけど、卒業生によるセミナーも去年させていただいて、で、実際じゃあそのヘアメイク自体を見たい、でも白ムクもドレスもいいんだけど、私のこれめちゃくちゃ希望で引き振り袖ねをやってみたいし、着れなかったから着たいなーって、そういうヘアメイクができたらなーっていうのもちょっとあったのと、あと私のそのお知り合いの方がそのモダンっていうのをねテーマに、昭和初期とか大正ロマンとかあるじゃないですか。でそういったところの写真をこう出してあったんですよね、ある投稿に。めっちゃ可愛いと思って、要は洋と和がこう重なった何とも言えない新しさと、なんかこう歴史がこう重なっているっていうのがすごい素敵だなって、こうすごく新鮮に映って、できればなんかそういうのを作品として私ども残してみたいなっていうのもきっかけがいろいろ重なって、で、この日をちょうど空いてたんで、それいろいろ重ねて、このセミナーを実際してみようということで、開催することができるようになりました。はい、で着物も実際借りて着ているので、実際そのもう来た状態で、あと帯結びとあとヘアっていう形で、やっていくので、結構たんまり技術者としてはめちゃくちゃ面白いんじゃないかなっていうふうに思うので、楽しみに見えないとか下手くそとか、ね、言っていただければお答えしますので、ちゃんと質問とか全然じゃんじゃんやってもらって、無視する場合もあると思うので、その場合は皆さんもスルーしていただいて、はい、じっくりで、できるだけ今日いろんなカメラでこっちね画面も見えるようにしているので、ぜひ見ていただければと思います。ではモデルさんお願いします。モデルさんお願いします。はい、ガヤちゃんです。私のね好きな大好きなガヤちゃんです。裾が、はい、では今の状態だとベースメイクだけやってるんですけど、もともとこの首の色見てもらったら分かるんですけど、すんごい白い、もう日本人にない色の白さなんですよね。なのでベースメイクは本当に、例えば白ドレスじゃなかった、花嫁さんの時って大体水を白いって言って、水を溶いてねやって白むくんだったりとかってのせるんですけど、まず肌質が違うっていう点と、非常にベース肌自体が薄いんですよ。で結構乾燥しているので、できればあまり厚塗りにしちゃうとちょっと割れてくるというかね、そういう肌質なので、もともと白いんで、一応ベースは何を使ったかを伝えようかなっていうふうに思ってます。
あと、まずね、下地でこのアジバの方の下地を全体的にのせたんですけど、この前にスキンケアで結構フェイシャルをやって保湿を高くしています。でこれ2回ぐらい重ねて、保湿高くしていくのと、さらに透明感、お肌自体がやっぱ、ね、青みと赤みでもう血管が見えるぐらいはスケルトンの肌質というか、それぐらい白いので、それとあとはこのベースに、リキッド の、 このジェルファンデーションですね。それもしかもね、ピンク、目の下のね、青みとか赤みとか血管とかそういったものをなくしたいので、このアジバのピンクでトーンアップしていく、プラス白のコンシーラーを混ぜて作ってます。で白をまた重ねてっていうので、あとはイエローのジェルファンデーションを重ねて、この白と混ぜてハイライトっていうのを使いました。でその上にこの白三ツ矢さんのね、あのパウダーの透明のやつをかなり重ねてのせて、でしっかり叩き込んで、その後にリューセントタイプの少しトーンを下げた形でこちらのねアジバのパウダーのせてます。で、コントロールのフェイスシェードとかはなかなかもう白の状態なんで、ブラウンとかこういうのが色が出ちゃうので、ベースの段階で、ファンデーションのお色味をちょっと暗くしつつ微妙に調整して、まあ、フェイスシェードをしている。で和装になるので、そこまで中高さとか立体をこう彫りの深さを強調する必要性はないので、それって着物のこの面の美しさなので、基本的には面、お顔も面とラインのメイクっていうふうに言われるぐらい、ヘアも面の美しさっていうのを、考えていただくと、和装のメイクと、まあ、洋装のメイクの違いみたいなところはあるので、そこをまずベースでやっています。なので全く今骨格修正をせずにやっています。であとはなかなかね、こういうカラーってあんまり見ないと思うんですけど、あのコントロールベースというか、これもくすまないようにしておきたいので、目周りに結構つけてます。ハイライト効果ですね。うちのハイライトのパールが入っているではなくて、マットなものを重ねていくっていう風に。で着物の場合は、例えば生地、着物の生地自体がすごく、これ後で見てもらったら分かるんですけど、こう密なんですね、粗くないんですよね。なのでできればマットなベースの上に細かいパールを乗せることによって、エレガントなものがつくっていけるので、それは要は上品になる、テカテカ重ねないってことですね。でそうするとパウダーとパウダーの粒子が重なっていくんで、それだけ重厚感が非常に出てくるので、まあ、着物を着てても負けないっていうベース作りになると思います。はい、では早速やっていきたいと思います。ちょっと暑いそうですね、後ろに、あ、皆さん寒くないですか、ね、半袖の方もいらっしゃるので大丈夫かと思います、はい、まあ、そうね、黒にこの白の手袋したら結構危険ですよね。なんか出てきそうね。さあ、こういう時にかけてるのめっちゃ難しいでしたね。誰か意地悪しました、このもし、はい、そうですね、りくちゃんかな。最近ね、久しぶりに復活したら、あいつっつってね。確認しておきます。はい、はい、あの花嫁さんは結構ね、何人か私も作らせて、もらって、やっぱ和装と洋装の違いでなかなか両方変えることは難しいんですけど、和装から洋装が意外と一番難しいかもしれないですね。洋装から和装ならまだプラスできるんですけど、はい、ではやっていきます。はい、もうベースができているので、さっきも言ったようにフェイスラインはもうシェーディングは行わず、目元のちょっとつながりですね、なやちゃんのこのブルーアイズをこう生かしていくためにも、さらにもともとね、彫りが深いんですけど、さっきも言ったようにのぺっとした顔は別に今日は作らずやっていきたいと思います。はい、そうですね、もともと持っている立体は載せていきます。でさっきの、花嫁のその和装の
まあ、一応ランクっていうのがあって、いわゆる白むくですね。白むくがまあ一番上っていうふうに言われてます。で次に色打ち掛けで、この引き振り袖の中でも黒引きって真っ黒なんですね、が一番まあその中でも位が高いっていうふうに言われてるんですけど、でなんでじゃこの差があるかっていうと、ちょっとカジュアルなんですって。だからあの引き振り袖の場合はね、だから、そこでまあアレンジを加えるっていう上では、その大正ロマンとか、そうですね、明治の初頭のところですかねの時に使って、その一般的に少しずつなってきたっていうのもありながら、ランクとしてはそういうランクがあって、でも途中から結構ダメだったらしいですよ。で途中から OK、 なんかランクもあの一般の挙式も OK だし、なんか 正式なものに変わったっていうふうなことも言われてます。あとは人気っていうのが一番ですね。で一番最初にちょっとね影を入れたら、はい、閉じてください、ね、パールホワイトでさらにカラーを活かせるためにアイホール全体にのせていきます。ちょっとたっぷりめに入れていきます。ただ今順番間違えましたね、すいません。最初に影を、そうそうそう、はい、入れます。彼女たちの、 この立体の、まあ、強みっていうのはこのアイホールのやっぱりくぼみ、まあ、目元の立体感を非常にしっかり持っているっていうことなので、そこを活かしていきます。気持ち横に切れ長な印象に見せていきます。この、まあでもメンバー的にいないよね。白むく来たことある人3人、4人、あ、嘘だ、あ、びっくりした、3人ごめんなさいね、嘘だったけど嘘だって。あら、経験者がいらっしゃいました。ね、今日あのヘアのアシスタントでも、あと、ね、着物の置き付けのアシスタントも来てくれてる三浦さん、はい、はい、はい、その、はい、はい、白むく来た、はい、え、なぜ白むく、なぜ？もうその時しか着られないのを全部着直そうと思います。引き振り袖以外はすべて着ました。何着？4着です。すごい。豪華ですね。もうこれでね時代がわかるよね。残念ながらこれで時代がわかっちゃうんだな。最近しか金出してもらえない。やる。リアル。嫁の、はい、嫁の強さ。下にもね、ちょっとね、今回は入れて、モダンって、なんか皆さん、本当はね、ちょっとこう新しさとかね、シンプルなイメージとかってあるんですけど、モダニズムとかね、よいしょ、ちょっとこういうじんわり系の影を先に作っておきます。で今日は、パープルを使いたいなっていうのがありまして、パープル、ピンクを重ねていきます。ブラウンで入れておくことで、まあ、深みが出てくるので、グラデーションもね綺麗に発色できます。
ハイライターを重ねていきます。要は境目をあまり作らず、じんわりじんわりグラデーションを出してあげて、これでまあ柔らかく見えてきますね。でこういうパールの今度はちょっと強いものを重ねていきながら、で彼女はやっぱすごいピンクのパールフェルトの、ね、ピンクとかがすごく見えます。私そのピンク系のこういうねカラーとかこういうカラーとか入れてあげることで、あの目周りのブルーがこう飛んでくれるのでくすまないで済むのですごく綺麗です。でアイライナーね、もうねまつげがめちゃくちゃもうすごい詰まってる、まつげが詰まっているのですが、少しね黒じゃないんですよね、少し淡いやっぱりあの色のブラウンに近い。これは目頭からしっかりまずまつげとまつげの間を埋めます。調子これでさ決まるよね、その日のアイライン描かれる方はね。レッスンの中でアイラインが苦手な生徒さんもよく決め上げてるんですけど、はい、さん的ポイントはありますか？うまく引く、皆さん結構ねこう寝せちゃって押しちゃうんですよね、力を入れすぎちゃうので、あの多分修正が難しくなるから毛先をやっぱりうまく使った方が絶対あの何度描いても描けますよ。目の形がやっぱりずれてるので、まずまつげを埋めてあげる作業をして、でちょっとずつ微調整をしていった方が正解。なんか手間がかかりそうなんだけど、後でもう修正できない感じになると一番危ないけど、はい、えいやって引いちゃダメってことですね。そうだね。あとこうなんか無駄にひょんってなるでしょ、みんな。なりますね。右でこうあっち行ったりこっち行ったりしますね。あ、でも今日私自分の顔のメイクのラインは3回失敗した。気合入れすぎてちょっとデザインしようかなとか、こうやってやったらちょっと違うんじゃないか、ドット入れてみようかなって久しぶりに思ったけど、隣今日いた時にめっちゃ必死でさ、ちょっとあやさんめちゃくちゃアイライン冷や入ってるなと思ってたんですけど、かかれてそうですね、かかれたんですよ。でちょっとマスカラは後ほどで、はい、アイブロウもこの彼女ねすごいもともとあるんですけど、さらに今日は
髪の毛をやっぱりしっかり作って大きく作っていくので、今日はちょっとだけこうしていきます、わざと。でね、ガヤちゃんはね、初めてなんですって着物着るの、日本のね、もう着付けされている中、もう顔がすごい嬉しそうでしたね、やっぱり。標準にします。なので穏やかにするときはこの眉山のね下に少しまっすぐ気味に描いてあげて、ラインの調整を。でなんかその白無垢とか白ドレスの意味っていうのがね、相手方に染まるとか、どんな色にも染まりますよっていうその意味があるんだけど、黒引きの場合は自分の色でいくっていう、なんかその両極の意味があるから、まあ、それも含めてなんか人気らしいですけどね。うん、だから面白いよね。かわいいね、やっぱり。かわいい。小屋さんいつもこういうファッションの仕事が多いんですよ。が多いよね。でも着物を着ることはやっぱり珍しいんですよ。珍しいと思う。多分旅自体初めてなんじゃない？旅を履く。そうでしょうね、きっと。で彼女みたいに毛足が長い眉毛を持っていると、この濃いラインの軸をね作ってあげれば、そこに目線が行くので、まあ、太くも細くもできるというか。で少し彼女は他はね、すごくとっても綺麗なフォルムをしているんですけど、こめかみがちょっとクッとこう額から狭くなっているので、アイブロウをあまりその何でしょうね、角度をつけすぎてしまうとキュッとちょっと下膨れっぽく見えちゃうんですよね。なのでそこだけ要注意というか、それもちょっと考えながら。カールがこう持ちやすいっていうね、手が支えられる感じで、少しピンク味もふわっと入れながら、リップはね本当にその大昔ってことないけど、私が20代ぐらいの時のリップの、なんで皆さんのどうなんでしょう、お母さんぐらいの時の時代の時ってね、本当に唇をこう昔の女性、日本の女性ってちっちゃく描く、小さい方がなんかもう要は何、おとなしいとか穏やかなとか物静かなとか、そういうこうのがあったので、本当にインカーブに描いてた、あの大人の女性がすごい多くて、絶対おかしいのよ、そばで見たら、絶対おかしいけどみんなちっちゃく描いてて、基本じゃなくても、あ、そうそう、普段から、へー、それぐらいねなんで、まあもう今はそんなにないですけど、その昔の和装に行くとやっぱ多少インカーブで小さめに、いわゆるおちょぼ口じゃないですけど、そういう風に書くっていうね。っていう風に言われていますが、
丈夫です。リハーサルはやっていないので本当にまた仕上がってヘアの感じもなんかね、普通は赤とか、あ、ここね、全然赤がなかった。赤とかを選ぶと思うんですけど、はい、今日はちょっとこのオレンジを使っていきたいと思います。これね、着物を見たら分かってくれると思います。うん、おー、緊張しますね本当にもうこれだけは消せないですからね。集中していいですか、うん、これね、モデルに映りますよね、こんなことしたらね。でもこの色はガヤちゃんの足がちょっと悩んでたら聞いたらこれがいいって言ってくれたんで、あ、よかったと。一緒に作る。もう終わり、終わりです。あとちょっと部屋見ながらやりたいので、そろそろ音羽先生。そろそろ。うん。マスカラとかは、うん、ね、忘れてましたね。今日聞いてみようかな。素晴らしい。すいません。で、今日は。ちょっとビューラーはちょっと上げずにちょっと節目な感じにやりたいので、わざわざクリンってしないでいきたいと思います。な
なんかね、あのこうセクシーな目ってさ、こんな感じじゃないよね。だからちょっとこう伏せてる、中心がちょっと低い方がきっと、あ、きっとじゃないです、あの色っぽさみたいなの出てきます。で、もともともう高さを持っているので、いわゆる切れ長っていうんですね。ちょっと終わっていいですか、はい、はい、じゃあちょっとメイクの仕上げはまた後でされるということ で、ね、ここからちょっとあのヘアセットを、デモンストレーションで行っていただきたいと思います。じゃあ続いてはあのヘアの特別講師の久保先生にお願いしております。よろしくお願いします、はい、お願いします。はじめまして。初めてじゃない人もいますが、初めての方もいらっしゃるし、あとオンラインを見てる方、1カメ2カメ3カメということで、今日はですね、ヘアと着付けを担当させていただきました。一番好きな部門なんです。皆さんにはね、ヘアを教えてるんですが、もう本当に大好きな、先生からお話をいただいたときはもう寝られないくらい、ああでもない、こうでもない、どれにしよう。今日2時間前に初めて会ったんです。加谷さん、よろしくお願いします。で、リハーサルもない、会ったこともない。見たら髪がこんなに短いという。それを文化にどういうふうにしようかというね。まずは部屋を見てください。山田めぐさんにお願いします。頑張れ。はい、自分の分でさ、はい、ちょっとボディさん高いので、大丈夫？はい、OK、 はい、時間がね、長いので疲れる。皆さん見えますか？この長さです。この長さです。頑張りましょう。先生、今日というか今回 のテーマに対してどんなことを考えながら、今日のテーマですか、はい、今日はもうまずはってことでね、はい、あの本当に、まあ、対象のヘアスタイルと今現在 ね、あのヘアスタイルをちょっと混ぜて、うん、あの先生のイメージ、大先生のイメージは対象ロマン、うん、でそういう感じに近づけていこうかなと。ただたくさん本当にしたい頭がいっぱいあって、ちょっといろいろ悩んだ結果、今日は自分を分かってないんですよ、まだね。自分もまだ分かってないんです。どんな頭ができるか楽しみに。
でやはりそれもね、本当にたくさんいろんなスタイルを自分で持ってるので、その場でねすぐにできるように、皆さんもねこれからメイクもそうですけど、やっぱりこうその場ですぐできるような感じ、たくさんの技術を持ってればできる。後ろから映しておりますね。先生の手元が見たいな。先生、ヘアメイクの仕事をしてて、はい、結構見てたモデルさんが髪切ってこられたりとかもあるじゃないですか。あやっぱりリハーサルしてるん で、 で、ね、一応例えば急に切ってきた時はやっぱり違反なんで、違反ですよ ね、 あのすね、最初の長さと違うので、だからモデルさんもそういうことはまずないんですが、本当に付け毛の使い方、カツラの使い方っていうのは本当にね、皆さん学んでほしいなと思います。すごく役に立つし、これからいろんな皆さんヘアメイクになっていくと思うんですけど、まあ、私みたいにね、和が得意とすると、やはりこう付け毛の使い方、毛の持っていき方を本当に先生、すいません、モデルさんくるんとしていただいてもよろしいですか。え、こっち寄りですか。はい、正面、あ、ちょっと後ろ向いていただいてもういいでしょうか、みたいです。横、これで OK。 後ろ、はい、後ろから見たいなという感じです、はい、裾を、皆さんあんまり経験ないと思うんですけど、演歌歌手っているじゃないですか。ああいう方は本当にもう10分ぐらいでヘアと衣装を変えないといけないっていう時はもう付け毛で全部スタイルを変える。あとは本当に髪の色をうまく生かしてあげるのと、例えば本当に全部しまってしまわないで、例えば金髪なら金髪、赤い髪なら赤い髪っていうのをこう使ってあげるとすごくいい。スムーズにいつも逆毛作られてるんですけど、ポイントはありますか。逆毛、はい、のポイント、いつも先生なんか逆毛のポイントは逆毛のポイントですね。逆毛のポイントは本当に皆さん多分なかなか入りにくいんでしょうけど、それはやっぱり練習して練習しよう。逆毛、まあ、はまずはボリュームを出すっていうことですね。ボリュームを出すために逆毛を入れる。
隙間から最後から隙間からしていただいて、あとやはり流れですかね、ツヤの流れとバランスですかね、うん、でこれ全部外しましょう。でちょっと前向いていいですか、もう、はい、はい、前つけるんで、皆さん痛いよ、すごい皆さんゆっくりしていて痛いよ、急がなくていい、山田さん応援しながら、はい、で前に行きます、まずは、自分が作りたいスタイルを分割して作っていく、あっちこっち作るととんでもない頭になるので、例えばサイドならサイドから順番に作っていくとちゃんとスタイルができるので、左手対象のまま封印する。で右側で現代を。そうだったんですね。そうだったんですね。もう誰も知らないですけど、知らなかったんだって聞いてます。カールがもうすごいお顔周り綺麗なんですけど、カーラーの時からいろいろちゃんと考えられてたってことですね。そうですね、まあ、まず本当にあのメイクがとっても素敵じゃないですか。本当にいつも先生とヘアでする時は本当に楽しんで、あの本当に私は大先生のメイクはすごく素晴らしいなって、本当に一緒にいるんで中にはもうしたくないってこいつとはしたくないって先生ぐらいだったら私とヘアスタイルがダイナスだっていうね、そういう人もいるので、そうだ、ね、先生みたいになんか穏やかな人でもそういうことがあるんだなと思いながら今みんな聞いています、ね、一緒にやろうって言ってもらえるようにみんな頑張りましょうね、本当にいろんな人とやってると楽しいです。予想外の方向に、ね、そうそう、あのサプライズが好きだからですね。あのまさかっていうのが出てくるのがあって、面白いですね。コラボさせていただく方も楽しいというか、そうですね、もしね、皆さん先生とコラボする機会があれば、見方というかね、あのやっぱり技術、ね、昔はよくほら見て盗むっていうね言葉が
あって今はその説明しないと分かんないとか言うけど、やっぱ自分の目っていうかね、やっぱそういうのを鍛えていくっていうのはいいものを見て、やっぱ見方、盗み方っていう、ある意味自分の目を信じてこう。今日は鏡全然見てないんだけど、すごいバランスいいでしょ。今日はね、今日はすごい慣れてますよ。とっても小山さんも可愛いし、ね、いい感じですし、ちょっと着物見てる、着物。見たいです。早いですね、スタイルが決まるまでが。今日はね、一応金髪だって聞いてたので、これ皆さんもそうですけど、前もってモデルさんのもちろんファンデーションもそうですし、色合わせをすると思うんですが、こうやって、ね、金髪用のピンを使わないと、細かいところまでちゃんと気を配って、部屋を作ったり、メイクをしたり。すごいのが登場しました。おー、楽しみですね。キュリキュリが。あ、これ桑先生の。これ桑先生の。私は桑先生のです、はい、以前先生と花山さんの支度をした時のかんざしが思い出してあったっていう、ね、これも今何をつけようと裏でね、どうしようとかどうすんのとか言いながら、ギリギリまでかんざし見てギリギリまでは、ね、はい、ただちょっとやはり重いので、そこもヘアスタイルが壊れないように作らないといけない。結構かんざしって重いので、せっかく綺麗な頭ができても壊してしまったりとかするので、どっちかというとヘアスタイルを作る時よりもかんざしをつける時の方が本当に慎重、いわゆるね、折っちゃいけないとか、あとは傷つけちゃいけないとか、いいかんざしはね、特にそうです。だから慎重にかんざしをつけないと、変な質問しないでよかったなって思いながら自分で見守ってました。今じゃないね。今こうやって結構つけてると思うんですけど、ちょっと多いんじゃないなと思う時があるんですけど、着物の場合は本当にバランスでいくので、多少かんざしが、多分皆さん成人式ねやったと思うんですが、やはりバランスっていうのがあって、着物着た時のヘアのバランス、メイクのバランス、
ず皆さんヘアメイクになる方はかんざしをつけてからヘアスプレーをバーッと振るとてもですよ、あのいいかんざしはスプレーで曇ったり壊れてしまうので、もしそういう場合はちゃんと手で押さえてかからないように、で顔と一緒です、顔にかけないでしょ、せっかく綺麗なメイクした時にバーッとかけると必ずいいかんざしはスプレーをしてから刺すようにしてください。これで一応ヘアは終わります。ただしちょっとこれはね、あの帯を結ぶので、止めておきます。帯結ぶときに結構力がいるので、そういうときにちょっと壊れたりとかしないように部分的にこうやって止めておけば安心です。はい、以上です。はい、じゃあこの後帯の、いいですか、こちらが大正風、こちらが現代、紙の色もちょっと変えて、もしヘアメイク終わったときに最後着付けなんですが、あのヘアいわゆるファンデーション、あとスプレーとか手についてないのをちゃんと確かめて、お着物ってすごい高価なものがあるんですね。それにあの汚すといけないので必ず手を洗う。手を洗ってから着付けをしてください。大丈夫ですよ。本当にアシスタントの山田さん、三浦さんに手伝っていただいて、三浦さんとは何回かね、テレビで、ご一緒してるんですが、とっても上手だし、もう本当に山田も、はい、帯入ります。で、一応下準備はこうしてあります。これ帯板です。で帯はね、これは今、丸帯って言って全体に柄がある帯です。で帯もいろんな種類があって、まあ、皆さん成人式とか、あとは羽根部さんはほとんどこの丸帯を使ってするんですが、まあ、中には袋帯って部分的に柄があるのがあるんですが、
ここでしっかりとグッと押さえます。で、いい帯はなるべく結ばない、いわゆるグッと結ぶと刺繍が壊れたりするので、こうやって折りたたんで。力が入ってね、本当にしっかりと、だから歌舞伎の場合男の人が多いんですけど、男の人じゃないと3人も4人も本当に帯を結べなくて、女性の力ではなかなか、で特に結びやすい帯だったらいいんですけど、本当に丸帯ってしっかり刺繍が入ってたりとか芯が入ってるので、なかなか綺麗には、でもしっかり、これが羽になる、大体もう基本的には肩幅なんですけど、今日はちょっと長めに、お文庫も今日お文庫なんですけど、上品にお文庫結ぶ場合は肩幅で小さくなる方が、まあ、花嫁さんそうです。打ち掛けの下は小さめのお文庫をするんですが、今日は裾引きなので少し長めで、まあ、これが今枕ですね。枕で支えて、今前で三浦さんが結んでますが、この結び方は別に普通に結べる。このように羽がもう立ってるでしょ、綺麗に。これが帯揚げ、いわゆる枕、いわゆるね、別になくてもいいもんなんですけど、いわゆるこの枕を隠すとか、前に少し華やかに持っていく場合は、
態になります。それをもう一度裏返します。見えますか？大丈夫です。こういう感じで、はい、で中に入れたものをもう一度引き出します。でこれを伸ばして、で光を使うか先に、はい、これをくるくるくるっと、これがスポーンと抜けないようにくるくるくるっと巻いていきます。巻いてこのマイクラの上にクッと、その時にね体も使うんですよ。そこでしっかり締めて、で固い帯はこう叩いてきれいに、いわゆる折り紙です。折り紙をきれいに、ここもきれいにね、はい、これが帯締めです。帯をしっかり締める。で下が今日綿入れ、綿入れなんですが、これもやはり綿入れで合わせた方が、これが普通、通常着物を着ると箸襟って出るんですが、やはり裾を引くためにお箸襟を上げると短くなるので、箸襟の代わりにいわゆる飾り帯、抱え帯なんですが、これを抱え帯にします。いわゆる全然これなくてもいいものなんですけど、でもあった方が、うん、これの中に、でこの場合は、ま、真後ろではなくちょっと横サイドに結びます。適当だめます。で、七五三の場合でしたら、このまま、なんていうんですか、こうやってだらーっと伸ばすんですが、吸い方はね、本当にその流派によって結構違ってきます。お着物も。
したらこれをもう一度こっちにひっくり返します。で通常こことここをねこういう感じに合わさるように、ここはねでカーブをきれいに。これが一番、まあ、上品な、本当はもうちょっと短く、羽根さんが打ち掛けを切る、打ち掛け切ると横から見た時にこうランドセルを背負ってるみたいな雰囲気を出すんです。だからお文庫じゃないとこういうラインが出ないのでしっかり。でこれもあまり長すぎたら下品になるし、あんまり短くてもなんか体のバランスも悪いので、このぐらいの長さが一番綺麗だと思います。じゃあ前に行きましょう。はい、前の処理します。左なんで、たまにこう本当に急いでると間違える時があって、結び目がね。そうするとこれが上に来ます。で、急いでやって、たまに下に来る時あるんだけど、そういう場合は慌てずにやり直す。何でも慌てずにやり直せば大丈夫。例えばおめでたいときは、この房が必ずこう上に向くようにしてくださいね。で、まあ着物は全然違います。例えば不幸のあった場合は、この房を必ず下に向ける、ね。今そういう本当にね、ちょっとしたことがもう皆さんごっちゃ混ぜになって、たまに中にいますよ、メイクさんで着付けしてる人で、なんで房が下に向いてんのとかね。本当にこうその着物とかその本人の、雰囲気に合わせて結ぶんですが、まあ、通常は一般的にはね、皆さん成人式見たと思いますが、こういう感じでね、こう一般的にこれが引きですよね。しっかり奥まで入れたら綺麗にこう出るので、中途半端にこう入れてしまうとなかなかうまく結べません。だから首上げ一回綺麗に中にしまって、そこからこう出していくとよくできます。
で、あとここの出し具合ですけど、もう若い人は本当に今はね、しっかりガツンと出したり、花嫁さん、いわゆる結婚前なわけでしょ。そういう場合はしっかりこう出すんですけど、年配になるとあまり出しすぎると、ちょっと下品になったりするので、僕はまあ、振り袖とかね、こういう着物はしっかりと、たっぷりと出した。逆に、ここにまだティッシュとか、出し面とかを入れて、もっともっとふっくらさせる場合があるんですが、ティッシュありますか？ありがとうございます。例えばこうやってもっとふっくらさせたい場合は厚みを持たせる。まあこの絞り自体がすごく高価なもので、きれいに絞ってあったら割とボリュームがファーッと出るので、そんなにこうやって詰め物はしなくてもいいですけど、もし例えば撮影の場合はこうやってふっくらさせた方がいいです。で、いわゆる本当に撮影を言われるとまた全然着方が違うので、ヘアメイクさんはいろんな勉強をね、しないといけない。出来上がりました。で、よく間違ってね、たまにこの帯揚げの中にこう扇子とかね、例えばこうやって入れてる人がいるんですけど、違いますよ。帯だけですよ。これはいわゆる回転なんですけど、まあ、これも今この感じの着物だったら別になくてもいいんですが、こうやって入れた方がちょっと可愛いかなと思います。あと箱背子とかね、はい、これはこうして、今日わざとトップにしました。トップにいたしました。光物を持っていくとすごく下品になるので、黄色と別光っていうのは本当に相性がいいです。だから全部別光にしました。じゃあ上や後ろ、ね、はい、はい、こんな感じです。まあ、通常ね、普通にやる場合草履が一番いいんですけど、なんでかっていうと、後ろ引っ張れると、
後に裾を持った時に見てください、とっくりかわいいですね、はい、こんな感じで以上です、先生、はい、ありがとうございました。帯も格があるので、はい、本当にお文庫は間違いなく失礼に当たらない、うん、あとは、若い人とあのふくらすずめを結んでいくの、今はそれ結べればあまり少ないんですけど、やっぱり正式な場所で使うと、やはりこうとかふくらすずめにした方が、はい、かわいい、きれい、かわいい、正式だと思います、うん、はい、ちょっと写真は後ほど収めるようにしておきますので、一旦ちょっとねここで行きたいと思います。はい、全体のバランスとしてはこれ本当に黒引きもあったんですよ、5点ぐらいいい着物を選べたんですけど、モデルがもうアジア人じゃないっていうのを決めていたので、そうなってくると黒引きも全然いいんですけど、まあ、私は見たことないカラーの中と、あと刺繍がすごい細かくしてあって、まあ、その立体と平面じゃないその立体感と外国人のモデルさんとこのカラーっていうのは彼女はすごい似合うかなっていうので、この着物を選んで、まあ、通常使わない、まあ、オレンジピンクっていうかちょっとこう蛍光に近いようなリップカラーは強めの方がいいかなっていうのと、さらにもう彼女はお肌が白いのでどのカラーが着てもいいかなっていうので、パープルに関しては若干この帯がこの金だけだったから、この柄の中の色をちょっとコーディネートしていくっていうような感じで強調せずにやったっていうのがあります。ちょっと別個はちょっと調べますね、やっぱすごい改めてやっぱすごい貴重なね、はい、別個の皆さん、はい、後ほどまたしっかり見ていただきたいと思います、はい、ありがとうございます、はい、じゃあちょっといっぱい後ろにお願いして、はい、この後は撮影もしますので、ありがとうございます。また後で一旦直して写真撮影するときにじっくり見ていただければと思います。じゃあここからですね、山口圭によるトークライブになりますので、ジェネラルプロデューサー山口圭を迎えていきたいと思います。お願いします。まあ、トークライブって言ってもね、もう今たくさん皆さん技術を見られてどうでした、すごいでしょ、とてもこれは真似できるなと思ったでしょ、最初みんなそう思うんですよね、まあ、メイクももちろんそうだし、お着物の着付けもそうだし、髪もそうですけど、見ただけでは本当に一見簡単そうにパパッとやられてますけどね、そんな簡単ではないです。まあ、今日まあ、トークライブというよりかは、まあ、僕がお話しすることっていうのはね、まあ、こういう時代、今日ちょっと僕も朝まあ、日本の、まあ、ちょっと有名なイタリアのシェフと、あとまあアップルとか iPhone とかね、アップルの企業の、方とかとちょっとまあ、仕事の絡み上でお付き合いがあって、朝の5時から今日はお付き合いしてきたんですけど、大体分かるんですから僕の世界でもこういうふうなことをやったりやってながら、まあ、コミュニケーションを図ることもするんです。まあ、一番今密になりにくいので、まあ、その時にちょっとお話ししてたことなんですけどね、やっぱり今もうこんな時代になって、まあ、もちろん飲食業界の方も日本の100何店舗持っているフランチャイズのグループの役員の方もいらっしゃったんですけど、まあそれは大変だと、うん、でその時に本当にやっぱこう、まあ、その今イタリアのシェフもそうですけど、ちょっとでも工夫すりゃ、まあ今朝そんなことでもないよ、もちろんその工夫できない人たち、時代に揉まれて飲まれていく人たちはたくさんいるけども、うん、工夫次第で伸びてる会社は山ほどあるし、まあ、皆さんもね、日経平均株価を見られてびっくりしたかもしれませんけど、バブル時代と同じを超えるぐらいの株価になってたりとか、こんな時だから逆に伸びてる会社も山ほどあるし、それに今日ね、日本の経済も世界の経済もまた
復興していかないといけないので、落ちれば必ず上がります。そんな時にやっぱりどんな人間たちがやっぱりそれを作っていってるかっていうと、まあ、何か一個のことに長けてる人っていうオタクの時代はもう終わったって言われてます。まあ、今日会ったみんな僕のそのお付き合いの方々もそうですけど、一個のことじゃやっていけない、一個のことをプロフェッショナルになろうと思っても一個じゃプロフェッショナルになれないんだよって、で僕もそう思ってます。実際皆さんもね、例えばうちのそこであのパンフレットとかも言ったら分かると思うんで、まあ、この写真もそうですけど、ね、僕自身は例えば、メイクから始めました。18歳で、メイクを始めたんですけど、実際にはその前に僕は、飲食店で働いてました。働いてるというか、まあ、アルバイトです。でもアルバイトなのに店長させられました。なぜかというと料理がうまくて、教育ができたから。脱サラしたおじちゃんおばちゃんたちに教育してました。すごい楽しかった。料理作るのも楽しいのに、食べるのも大好きだし、それをおじちゃんおばちゃんたちに、あのね、出汁はこうやって取るんだよ、こうやってご飯炊き込みご飯でするんだよとか、麺とこうやって打つんだよとか、でもそれが全部生きてます。食材がいつもいいものが入ってくるわけじゃないので、いい食材じゃなくても美味しくするためにはこういうふうに今日変えてみようか。しっかりしっかりベーシックなことを学びながら、それを毎日気候も違えば温度も違うので変えて出さないといけない。それが、まあ、突然ある日、まあ、僕はちょっと野球をやってたんですけど、野球ができなくなって大学どうしようっていう時に、まあ、メイクに出会って、でメイクを始めたんですけど、メイク始めた時もやっぱりベーシックベーシック、あんたベーシックベーシックベーシック、人としてのベーシック、技術のベーシック、いろんなことを、まあ、学びましたけど、ベーシックこのばっかりやってると、あれベーシックってやっぱり極端なんですね。例えば空手とかブン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 とかやってるじゃないですか。これじゃあ本当に戦いが勝てるかって言ったらブンってやられてもおしまいですこれじゃ勝てない、いつまでも。やっぱりでもそこにはやっぱりどうやったら強いパンチが出るのかとか、そういう、まあ、基本の体幹を学んでやってます。野球だとこんなやって素振りします。でも極端です。でもメーカー始めた時思いました。なんでこんなことしないといけないの、これで絶対綺麗になるわけないじゃん。でベーシックベーシックでもそれでも言われる。そしたらだんだんやってるうちに、その極端な方がなんか、あ、この人だったらこうやった方が綺麗にベーシックを出せるよねっていうふうな、徐々にですけどこう似合わせというか、あ、違う違う、これ全部料理と一緒だ、だってお客さん選べないもん、モデルさん選べないもん、お客さんは食材、どうやって今日料理しようこの女性をっていうふうに、ただ食材が変わっただけ。最後はその女性が喜ぶんじゃなくて、その女性を見た人が喜べばいい。それは食べる人、変な意味じゃないよ、そこで変な意味で笑った人がいるけどね周りにいる人たちがその女性を見て、あーって、この人入れるだけで幸せ、この人と生活できるだけでどんだけ幸せかって思ってくれる男性諸君がいてくれればいいし、今本当にそういう意味ではベーシックな考え方とか、まあ、デザイン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 って言ってた時代もありました。だけど例えば今日もね、ガイちゃんもすごい綺麗になりましたし、もうガイちゃんと同じ事務所の方となりたかったので、この子もまあ同じ事務所の人で、綺麗でしょ、いい食材です。まあもう食材では大トロみたいなもんです。大間のマグロ大間のマグロをブリブリに焼いた後それを煮る、ドロドロに煮崩してそれをまた衣つけて揚げる、せんやろそんなこと、ね、やっぱ切れ味のいい包丁で綺麗にさばけば十分美味しくなりますよね。まあそれと一緒で、色をパーン出すときはわざとアイラインとか立体とかを少し省いていきます。逆にこうそうじゃない人、理系じゃない人、皆さん最初メイク始めた時思わなかった、あ、今日ちょっとでも綺麗な人に当たった方がって思わなかった、僕思いました。18歳の時、今52歳です。18歳の時思いました、今日あの人にだけ当たりませんようにってでも当たるんです、なんかそういう時に、あ、当たったって。で
生懸命やるけども、うん、こんな人どんなやってもシャープにならん。こんな目をどうやっても上がらん。どうしようどうしようと思うんですよ。テンパるんですよ。だけどよくよく考えたら、こんな目が上がるはずがないんでしょ。物理的に整形修正もすればいいけど、だったらそう、垂れ目は垂れ目で可愛く見せて、アイブロウとかチークの流れとかリップの流れとか、それだけでシャープになれば、いつもの彼女は垂れ目の可愛い子だけど、今日は垂れ目なのにすごい顔が引き締まって見えて、可愛いね、素敵だねって、大人っぽいねってなれば、それでシャープなんですよね。シャープなメイクになるんですよ。なのに一生懸命垂れた目を上げようとしてしまっている自分、無になる。そういう考え方がだん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 こう似合わせるとか、ベーシックとかデザインとかいろんなことやってるうちに、なんとなく分かってくれました。でもデザインばっかりやってると、今度はだん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 今度自分の自己流に走っていきます。どういうわけか、私うまい、いいモデルばっかりやってる。僕のね、教えてる日本全国の美容師さんでたくさんいます。先生、私ヘアメイクできるんですって言ってくるんですよ。本当、作品見せてって言ったら、みんなもう美人の子ばっかり、うわっ、おお上手やねって。じゃあこのおばちゃん今日メイクしていったら、無理ですって。なんで、え、やってみなっつって、お店の中の一番年上のおつぼね様みたいな店長みたいな人、私なっちゃるけーんとかってやったらもう全然できないねって。やっぱりね、食材を美味しいものに変えれる技術がなかったらできないのと一緒って。綺麗なものしか扱えない、いい食材しか使えない、そんな人は技術者じゃない、プロじゃない。むしろ綺麗な人ってね、そんな差はないんですよ。こういうメイクにしても、こういうメイクも同じモデルですけどね、そんな大差はないわけですよ。彼女だって何やったって綺麗にいきます。正直言うと、まあ簡単とは言いませんけど、本当に技術を分かってる人だったら、もう目つぶっててもたまできると思う。でもね、そうじゃない方たちをもっと大変化を与えてあげれるのが、僕は本当のベーシックかなと思ってます。そのベーシックとデザインというこの2つを両輪がこう出来上がってくると、次のスキルに入れるいい時期かなと思います。人間って必ずずっとやってたら必ず壁にぶち当たります。で、人はほとんどの人が壁にぶち当たるとやめようとするんですよ。人間の脳みそって常に逃げ道を探すので、ああ私には向いてない、できない、無理ってなる人が結構多いんですけど、僕から言わせると、この高い壁も高いだけであって、もしかしたらポンとしたらパコンって穴が開くかもしれません。簡単に通れる道かもしれない、はい、壁とか言ってても、皆さんのね、家、マンションの家知ってます？あれほぼ世界中 97-98% ぐらいの世界中の建物は石灰のボードでできてます。家の中の内装って、どこの家でもパーンって指で叩くとポコって穴が開きます。そんな喧嘩だったことない？父ちゃん母ちゃんの喧嘩です。じゃありますよ、よく皿が横に刺さるとか、ね、よくありましたからね。世界中同じ。壁なんか薄っぺらいです、実は。別に乗り越えなくてもいい。破って出てしまえばいいし、なんなら時にはくぐっていけばいいし、結構こんなんはやってきますけど、まあそんな言うても大したことはない。ただ諦めないっていうことが大事で、諦めないためには時には今自分がやってることを根幹にしながら、ちょっと違うところから自分がやってることを見るっていうのは大事です。例えば僕の場合はメイクをずっとやってたけど、メイクばっかりやってたらよく分かんなくなってきた。何がいいんだろうって。そしたら自分で写真を始めました。パチ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 写真撮ってたら、あ、こうやった方がこの作品綺麗だなとか、違う目線で見えるようになってきたり、ショーでやった時お客さんの反応を見れた、あ、ショーってこんな面白いんだとか、自分の見せ方とか表現の仕方いろいろ変わってきたり、そうこうしているうちにやっぱり技術って楽しくなってきて、じゃあ2つ目のスキルでカメラができたり、でそれを今度人に伝えようかなと思ったら、じゃあ私にはどうしたらいいんですか、必ずそう言うんです。私はどうなんですか、みんなもう私のことが知りたくてしょうがない。私は必ずなります。
あなたの場合は、あなたの場合は必ずなるんですよ。その時に何が必要かというと、じゃああなたが何なのかっていうのを伝えてあげないといけない。じゃあ人相を学ぼう、人の相を見ることでどういう生き方をしてきたかを覗いていこうっていう考え方をつけました。結局一つの技術から始めたんですけど、いくつものスキルを身につけるようになっていきます。タイさんもそう、ファッションから始めた、あの人あの人ね、水泳のインストラクターの資格を持ってます。じゃあ、あの飛び込みないか飛び込んだら、もうそのまま一回も息継ぎなしで残り出るぐらい綺麗な流線形でした。顔がね僕あだ名魚雷ってあだ名つけたけど、出会った頃ね、あまりにもいつも髪ひっつめてたので、ミサイルみたいな、なんかね、顔形だったので、ああ一回継ぎもなしで一回全部いけるねみたいな。でもファッションから始めて、最初僕のショーとかの本当衣装とか作ってくる。でもメイクもやる、メイクも好きで、メイクだともメイクもハマる。もともとお絵描きが大好きだし、そうこうしてたらやっぱりメイクもできる、ボディーアートもできる、ヘアもネイルもできる、いろんなことを、やっぱ2スキル、3スキルって。でもね、そうやってだんだんスキルが増えてくると、さっき言った生き残っていけるプロになっていくんですよね。1個のことの、例えばもう僕はハンコしか掘れませんってそれハンコは禁止しますとか言われたら、もう生きていく術がない。僕は料理しかできないんです、そんなこと言ってたらね、いつまでたってもこの時代から抜け上がれない。やっぱり今から大事なのは、何か一つ突き詰めていくと、実はそこに幹だけじゃやっぱダメってことですね。枝とか葉っぱとかお花とかいっぱい咲かして、そこで実をつけて、どん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 やっぱ自分の周りを膨らましていって、自分だけじゃなくて自分の周りの人も豊かにしていけるような木になっていかないと、ただ細くてスーッと伸びていく木になるだけじゃやっぱり難しいかなと思います。ベーシックとか応用とか、まあ、デザインとか難しいこと言ってますけど、早い話がやっぱりそれを最終的には伝えていける、周りの人にいつも伝えていける技術、そこをやっぱり学んでいかないといけない。でも SNS とかそれだけじゃないんです。 SNS って本当に限られた人しか見れません。 SNS を使ってない人がどれだけいると思います、世の中に。 SNS を使えない人が山ほどいます。もちろん SNS で救われている人もたくさんいます。 SNS で苦しんでいる人もいます。それも一つの、まあ、今の時代という生き方です。それも大事だけど、文章にすることも大事、ね、まあ、いろんな表現の仕方があります。そこにやっぱりいろんな商機をみんな見つけていかないと、ね、世の中がみんな YouTuber になったら誰も YouTuber で儲からなくなりますでしょ。20年後に YouTuber、 俺 YouTuber でさとか言ってる人がいなくなるかもしれません、もしかしたら。ね、いろんなことを考えていくと、やっぱり最後に残っていくものは何か、自分自身は残ります、まあ、死ぬかは死ぬかもしれませんけど、人間はそもそも変わりません。で、みんなが、私昨日まではめちゃくちゃメイクして綺麗だったけど今日からブスでいいんですとかっていうのはならないでしょ、ね、僕もね、35年間この仕事してて、先生お願い、前よりブスにしてっていうお客さんはいないんですよ。一人も一回も注文を受けたことありません。絶対前より綺麗にして、いや、あなたのメイクしたの僕10年前ですよねって。明らかに10年分年取ってるけど、でも絶対綺麗にできます。なぜかというと、10年分その人は人生経験を積んでるから、すっごい深みのある顔にできる。うわ魅力的ってできます、絶対に。自信があるし、だからこれからの皆さんの技術の生き方、まあ、技術者としての生き方とか、まあ、プロとしての考え方とかっていう中に、ぜひ取り入れていきたい、いただきたいことは、その一つの幹はちゃんと根幹に持ってもらいたいけども、やっぱ常に自分の枝葉になっていくものをやっぱり見事に収穫していっとかないと孤立します。やっぱりぜひこれからは学んだことをその日に誰かに必ず伝えるようにしてください。で、僕自身もそうですけど、この会社の、この会社というか学校というか、メイクという美容産業をとても大事にしていることがあります。それはね、今先ほど、まあ、タイさんと、まあ、先生がやってくれた内容も本当はめちゃくちゃ難しいことなんですけど、優しく伝えてるでしょ。
こういう時にああってできなさそうだけどでもできるかもしれないと思いますね。優しいことを難しいことを優しく伝えています。これがまず第一条件。全てのこと、教育でも家族の人間関係でも難しいことを優しく周りに伝えること。そしてもう一つ次に大事なことはその優しいことをいかに深く伝えるか。優しいことなんだけどあんたこんだけこれは深いのよ、私があんたに今日朝ごはん作ってあげたけど本当はこんな意味があってあんたに朝ごはん作ってあげてるのよ。優しいことを深く伝えてあげる。でその深いみんなが深く伝えたことを伝えることを深すぎて重たくなったら困るからいかに楽しく伝えるか、そこが全てなんです。皆さんがこれから生きていく人生、教育、経営、いろんなことがあると、友情、愛情いっぱいあると思いますけど、難しいことを優しく伝え、優しいことを深く伝え、深いことを楽しく伝え、そうしていくと人生も全てうまくいきます。人を羨まない、諦めない。諦めるっていうのは明らかに見極める人、投げ出すことではないです。明らかに見極める時も必要な時もあります。絶対にだってずっと若くはないから、うん、僕もいつもそう思います。昨日より老けたなって、だけど頑張ろうって思います。明らかにでもどこで頑張るかっていうのはまた考え方がその時その時でたくさんいろんな人からアイデアをもらえます。自分より一日でも長く生きている人からは学びがいくらでもあります。自分より若い人には新しいことを知っているたくさんの学びがあります。出会って損する人は一人もいません。そんなこう全ての人からやっぱ吸収できることが一番大事かなと思います。僕は吸収男児なんで特に吸収します。あそこで、ね、いつも親父がこうしてない、してない。僕の弟子がいるんですけど、ね、結婚したらちゃんと褒めてあげますから。ありがとうございます。まあ、そんなこんなもあって、この世界は出来上がってるんですけど、まあ、今言ったように、まあ、最後は一つ、皆さんにも今課題をお伝えしました。ぜひ今普段やっている当たり前っていうことをね、当たり前のことは一つもないので、全て奇跡的な出会いの中で奇跡的にこうやってやらせてもらって奇跡的に僕らは生きています。普通のことができない、耳も聞こえない、目も見えない、喋ることもできない人もたくさんいらっしゃいます。そんな中でも生きている人たちがいっぱいいるのに僕たちはすごく恵まれている方だと思います。それを感謝しながら生きていけばいいと思いますし、あまり人の中傷批判とかもね、今いろいろねバッシング受けてる人いますよね。森さんとかもうこの人は釧路湿原かって昔から言ってましたね。湿原ばっかり首相時代から言ってましたけど、余計なことばっかり言うんですけどね。ただ場所を考えればいいだけなんですけどね、場所考えれないからいつもああいうこと言ってるんですけど、ただ悪いわけじゃないんですよ。83歳ですから、男尊女卑の時代に生まれた方だから、あったそれが当たり前なんです。戦争時代に生まれた人はね、人と人を殺し合うのが当たり前です。家族を守るために、国を守るために殺さないといけなかったんだから。それが当たり前だったの。で、あの人の時代の当たり前もある。ただ、今言っちゃいけないこととか、今の当たり前はまた違ってくる。だから今を学ばないといけないし、未来にかけないといけないし、っていう、それだけのことなんです。でもそこはちゃんと皆さんに今伝えたことをやってもらえればいつもなんか見えてるんじゃないかなと、見えてくるんじゃないかなと思いますので、ぜひそこも見ていってください。 B スタッフというところはだからそういうふうになんかこう技術を通していろんなことを学び合いながらやれる学校でもあると思うので、若い人もいればちょっと年を取った人もいれば、ね、すごく年を取った人もいたり、ね、いろんな人がいます。それが楽しいね、ピーピーキャーキャーもう18番くれへへ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 へとか言ってでもパッと変えていく人がいっぱいいますからね。そういうなんとか崩壊にならないようにだから、ね、僕らは人生を崩壊させないように、全てが学び、全てが感謝と思って生きちゃいましょう。そんな感じです。、はい、ありがとうございました。はい、
もあと素敵なトークも満載 の、 あのビューティーセミナーになりました。先ほどあの仕上がった作品は一度締めた後にあのこちらで撮影をしますので、じっくり作品を見ていただけたらと思います。以上で終了になるんですが、来月もですね、ちょっと新企画というか、皆さんがまだ参加されたことのない、メンズメイクセミナーというふうに予定をしております。3月6日の土曜日の15時30分からまた同じようにビューティーセミナーを行っていきますので、ぜひ参加していただけたらと思います。 Zoom で見られてた方もあの本当に楽しんでもらえたと思います。来月もぜひ見ていただけたらと思います。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。